皆さんおはようございます。りーちゃんです。はい、今日なんですけど、りなさんが朝からいなくて、うん、りーちゃん、はい、りなさんが朝からちょっとお仕事でね、出かけてて、もうすぐ昼前とかなんですけど、ちょっと体調を崩してしまって、りさが最近のあの寒暖差やばいじゃないですか。寒暖差でなんかあの鼻炎も持っててみたいな、で季節の変わり目って結構あのやられがちなんですよ。で J さん今もうやられてるっていう段階で、生理に関しては今ちょっとあの生理終わってる時期なんで、そっちの体調面は問題ないんですけど、ちょっとね体がだるいというか、なんかもうちょっと無理したら風邪ひきそうだなみたいな、なんか本格的に風邪ひいちゃいそうだなみたいな感じの状態です。で鼻炎があるんで、最近鼻づまりとかもやばくて、一応市販薬とか飲んでるんですけど、やっぱね DM とかコメントを見ててもこう寒暖差気をつけてくださいって言ってくれる子がいたりとか、寒暖差でなんかちょっと風邪ひいちゃってますとか、今ダウンしてますみたいな連絡をねくれる方も多くて、私もだよと思って今日はなんかなんだろう、なんかやっぱりそうやってだるかったり、ちょっと体調悪くてもお仕事したりとか、なんか家事とかやらなきゃいけないこと多いじゃないですか。からそういう日常も撮っていってみようかなみたいな思って動画を回しています。なんかルーちゃんとラビちゃんの朝ごはんはね、リナさんがねご飯を作ってくれたらしいんで、洗濯物もなんか回してくれてたみたいなんで、それをちょっとあの干すものと乾燥機入れるもの分けたりとかして、でもちょっと午後のね診察が多分もう間に合わない時間だから、午前のが間に合わないから、午後ラビちゃんも病院に連れて行きます。まあ、自分の病院っていうよりかはラビちゃんの病院に行きます。髪ボサボサでちょっとやばいので、一回ちょっと起きて顔整えます。ゆなりさ夫婦。ラビちゃんおはよう。おはようラビちゃん、ごめんねママ起きんの遅くなったね。後で一緒に病院行くからね。ラビちゃん今日も可愛いね。リポさんそろそろ発車、お掃除よろしくね。今ちょっと顔洗って歯磨いてパック中なんですけど、洗濯は今もうちょっとで終わるぐらいのところで、掃除機とかあのルーちゃんとラビちゃんのねおけけがいっぱいあるのでお掃除したいんですけど、ちょっとしんどいからリポちゃんに任せました。リポちゃん最近さ、そのピルを飲むのやめてからマジで肌荒れひどくなって、この辺とかニキビできるようになっちゃってめっちゃ泣いてます。ニキビに効くスキンケアちょっと教えてください。今までさ全然気にしたことなかったからやってなかったんだけど、ニキビ向けのスキンケアもやりたいです。はい、ちょっとだけあの顔と髪を整えて、もうだるい時はいつも三つ編みとかで寝癖とかをごまかしてとりあえず前髪だけやってます。洗濯が終わってたんで、ドラム型でさ基本乾燥できるからシワになりそうな T シャツだけ、よいしょ、シャツとか T シャツだけ出して、あとはもう乾燥分回します。よし、今年その洗濯機壊れてドラム型に買い替えたんですけど、今年一番買ってよかった家電かもしれない。本当に全部干さなくていいから、こういうなんかあんま動きたくないしんどいなって日とかはめっちゃやっぱ助かりますね。干すの 2,3 個で済むから助かる。で今日はなんか天気もあんま良くないっぽいので浴室乾燥します。なんか天気悪い日も低気圧っていうの、なんていうの、なんかちょっと偏頭痛というか、なんか頭痛くなりませんか、私だけ。よし、3個干せたので乾燥で、ここにね昨日あの畳むのを断念したやつがあるんですけど、一旦これ後でやろう、一
旦ちょっとご飯食べました。お腹空いちゃったんでご飯食べます。最近は朝起きて、失礼しました。最近は朝起きたらアサイーボールを食べてるんですね。鉄分とかも取った方がいいってことでアサイーボールを食べるようにしてて、ブンブンチョッパーに入れて作っていきます。のこれめっちゃいいの、プロテインヨーグルト、プロテインが入ってるヨーグルトで、このまんま食べたらちょっとやっぱあんまし美味しくないんだけど、アサイーに混ぜて食べたらこういう感じでグリークなんでもったりしててもちもち感出るし、プロテイン取れるし、おすすめです。よくなんかそのアサイーボールの作り方教えてくださいって言われるんだけど、まあコストコでもいいし成城石井とか行ったら売ってるんですけど、アサイーのジュース、アサイージュースみたいなのを買ってハートのパックとかに入れてジュースを冷凍させたやつを使っていきます。全部使っちゃうか、製氷機とかで作っても問題ないです。とりあえず固めればいいから、なんかアイラップに入れても全然何でもいいんですけど、冷凍バナナ、バナナを半分に折って冷凍させてるので、これをポンと入れます。力入れ、人様に出すわけじゃなくて自分で食べてるだけなんで結構もう適当ですね。こんな感じになったら OK です。ほら結構もったりするでしょ、いい感じ。本当はお皿とかに盛った方がいいと思うんですけど、自分で食べるだけなんでもうこのまんまいつも食べてます。なので全然綺麗な状態じゃないからさ、あんましどこにも乗せられないんですけど、これにグラグラ糖質オフの食物繊維が入って、本当はなんかもうちょっとオーガニックなやつの方がいいらしいです。これ買っちゃったから消費しています。あとはベリーミックスですね。本当はキウイとかマンゴーとかそういうのもある時は入れたりするんですけど、今ちょっと買い物行けてなくて、後でラビの病院行った帰りにちょっとだけね、今家にないもの、お酒とかなくなっちゃってたんですよ、料理酒ねとかを買いに行きたいなと思ってます。めっちゃ雑、アサイーボール完成です。あ、嘘、蜂蜜かけてない。体調悪い日って頭の回転が鈍い、世の中は体調悪いからって止まってはくれないので、頑張ってやることはやって生きなければなりません。はい、ということで改めて完成です。食べていきます。ルナナとリリちゃんインヌのルー、いただきます。結構アサイーボールここもう 2,3 ヶ月毎朝食べてたり、ダイエットしてる時は夜に食べたりとかしてたんですけど全然飽きないです。これから冬でさ結構冷えるから、これ食べるとさ湯飲んだり緑茶飲んだりして体は温めないと思って思ってます。でこのあとラビちゃん病院連れてくんですけど、ラビちゃんのねお腹がちょっとかぶれてた時期があって、だいぶ治ったんで、それの一応経過を見てに行くのと、フィラリアと飲みとかの予防をのお薬をもらいに行ってて、ルーちゃんは毎月ネクストラっていうお肉みたいなおやつとしてあげられるようなのを毎年買ってて、それだと何キロかからが対象だから、ラビちゃんまだ1キロもない、700-800g ぐらいなんであげられないの同じやつだから、背中に垂らす薬をもらいに行かなきゃっていうのと、あとは検診って感じですかね。ちっちゃいお子さんいる主婦の方とかもよく思うんだろうなって思うんですけど、成長は嬉しいし大きくなってほしいなって思う反面、なんかちっちゃいままでいてほしい、子犬のままでいてほしいなっていう気持ちが最近すごくあります。ルーちゃんももう来月5歳なんで、あーもう5歳になったの、大きくなったねって思うんだけど、あーもう5歳になっちゃったんだっていうちょっと悲しみ、いつまでも赤ちゃんでいてほしい。
ちょっと一旦ゆっくり食べます。ママが体調悪かったりするとなんか察するのか、いつもルーちゃんはそばにいてくれます。ありがとう。じゃあ、かいね。ありがとねる。僕が守るでしょ。天使です。ママが元気になったらしい。行こう、行こうね。行こうね。アザラシルーちゃん。今からラビちゃんを病院に連れて行きます。じゃんじゃじゃん。かわいいね、ラビちゃん。ラビちゃんかわいいね。いい子だね。この前アウトレットで買ったリュックが万能なんで、ここに入れて行きたいと思います。学中なんですけど、ラビちゃんはもうちょっと大きくならないとって言われてましたね。いろいろ測って標準のご飯の量上げてたんですけど、でもやっぱなかなか大きくならないっていうので、もうちょっと今日からご飯を増やしてみようと思います。あと今日ね、もうお家に何もね食材がないので、ちょっと日用品とかレナさんの夜ご飯とかも準備しないとなので、ちょっとだけスーパーとか買い物行ってから帰りたいと思います。ドラッグストア着いたんですけど、鼻炎の薬も買っていきます。あとルーとラビちゃんのミルクも買っていきます。よし、どうしよう、ペットシーツも買って帰ろうかな、ちょっと重いけど、もうなかったんで買って帰ります。ラップもなくなりそうだったんだった。よし、よいしょ、よいしょ。舞茸も買います。バナナももうストックないので買っておきます。あ、副菜がめっちゃ安くなってる。この前までなんか200円超えぐらいだったんで、めっちゃ安くなってるから買っておきます。最近もう寒くてお鍋の季節なんでちょうどいいです。 OK、 料理酒が切れてたんでした。よいしょ、まあ、料理酒はね安いのでも何でもいいです。よいしょ、これ飲むと元気になれるらしいよ。パセリもなかったんで買っておきます。めっちゃ買い物した。重たい。外もだいぶ暗くなってきてしまいました。大丈夫、もうちょっとで落ち着くよ。買い物付き合わせてごめんね。チャンネル登録待ってるよ。はい、ということでお家に帰ってきました。ルーちゃん、お留守番ありがとね。うん、ありがとう、ありがとう。と買ってきたものを食べてるんですけど、これを分けて、お酒も別で、ミルク買ってきたから後で冷えたら飲もうね。よし。なんかバナナはアイラップなんていうの、ポリ袋に入れて冷蔵庫に保存してた方が持ちがいいらしくて、なんかママに教えてもらって、そっからそうやるようにしてます。なんか傷むの早いよね、普通に置いてたら。自分へのご褒美。一旦ちょっと休みます。すいません、洗濯畳もうと思ってここまで持ってきたんだけど、寝てました。もうすぐね、ルナつくってお家帰ってくるって言ってたんで、帰ってくる前までにご飯作って待ってたかったんだけど、ちょっと無理そうなんで、一旦先にこっちを片しちゃいます。
いいんだけど。あ、ただいま。お帰り。大丈夫？大丈夫。いいよ、洗濯物。うん。あ、いいよ、いいよ。ごめん、遅くなっちゃった。あ、大丈夫だ。うん、早かったよ、でもいつも。いいよ。予定より。うん。いいよ。いいよ。やるよ。なんで？いい、いい、いい。横になっておけって。おお。お腹空いたでしょ？うん。ご飯作って待ってらんなかった。あ、全然いいってば。カレーか鍋は作れる材料がいいやろ。うん。カレー後で作る。いや、カレーなんて食べないし。リサは大丈夫。あ、フルーツ買ってきたわ。本当に？うん。待って、動画撮ってんの？あ、そう。なんでなんでなんで、ゆっくりしとけって。じゃあしんどいけど、動画撮ってた方がさ、うん、なんかまだやるスイッチになるじゃん。いいって、何？ちょっとメイクして何？お出かけとかしてたの？してなんかルーじゃない、アラビアのね。病院出てた。なっしー。めっちゃでかっ。もしさ、シャウエッセンじゃねえわ。シャインマスカットの時期が終わった。種なしだ。いいの、巨峰。あとリーちゃんの好きなあ、ゴールデンキウイ。マジでゴールデンキウイ食べた方が美白とか美容にも。あとヨーグルト、これは俺が好きな方で、こっちギリシャヨーグルト、リサが好きな方、水切りの。とりあえずじゃあ洗濯やっちゃおう。洗濯やっ て, てまたしまうの。あ、じゃあこれ向こうに置いときたいから。 ありがとう。梨もうまいからな、この時期な、うん、助かる。だいぶきつい。熱はあるの？熱はない。洗濯物にピンと持ってかれちゃう。ほんと？まあ俺はちょうどボケてるぐらいがいいんじゃない。レナナとリリちゃん、インヌのルー。キウイ切ってくれんの？うん。キウイ洗った？洗ってる。洗ってなかったね。キウイと似た頭してるね。あ、俺が？かわいいね。かわいいでしょ。なんかすごい特殊な切り方だね。なんか、あれ？危なっかいしいな、それ。半分に切れないよ、もう。危ないよ。やだ。え、すごい切り方。ちょっと待って。キウイされて切る人初めて見たよ。りーちゃん、鼻詰まりの鼻炎ちゃんじゃん。うん。で、この間さ、調べたじゃん。蜂蜜左右作った。うん。助かった。はい、スプーン。あ、ありがとう。蜂蜜左右。ワンスプーンでいいわ。このもん、うん。ありがとう。そのついでに、いろいろ調べたの。そしたら、ヨーグルトとキウイの組み合わせめちゃめちゃいいらしい。ぶどうは夜、お風呂入った時に。今日お風呂入れる。お風呂、あ、でも温まった方がいいんだよね。じゃあこれちょっといただきますね。食べて。どうしよう、前髪がもう定まってない。もう何でもいい。今日はなんか、人間じゃないんです。ないから大丈夫ね。いただきます。いろいろ。うん、キウイ甘。うん、早っ。ごちそうさま。登録しないとご飯なし。お風呂沸かしてきたよ。お風呂沸かしてくれたの？してきたよ。でもさ、お風呂、お風呂だるい。お風呂、一緒に入ろうじゃ。お風呂だるい。髪洗うよ。洗ってくれるの？乾かすよ。乾かしてくれるの？うん。はい。入るか。マッサージもしようか。え、しぐれんの？あ、やった。最高だ。くちゃくちゃになっちゃう。連れてって。どうに？え、赤ちゃん帰りしてる。そうなんだ。はい。えいじゃ。えいじゃ。うんじゃ。うわあ！赤マネーぞ！うまい？ゆなりさなんだな、もう。ありがとう、助かりました。もう寝な。また明日ね。携帯いじってないでなさいよ。凍った蜂蜜だよ。なんだろう。んで。だいぶ顔色良くなってた。
ちょっと、もうちょっと違う。おやすみ。おやすみ。で、誰か。やばー。